はい、道楽道場です。今日はですね、普通のお父さんみたいなことやってます。何してるかというとですね、これ、浄化槽のブロワーですね。富士クリーン工業の MAC の 80NA。これがですね、ちょっと前に、なんかちょっと大きな音してるなと思ったら、このね、この電源とこうランプがこう点滅して動かなくなっちゃいました。でですね、ちょっと緊急だったんで、もうちょっと浄化槽がね、匂ってきちゃったんで、もう直したりね、部品頼んでる時間なかったんで、もうすぐにね、新しいものを買って交換しちゃったんですけど、これはね、まあ直せば使えるんですよね。で、それをね、言ったらですね、職場の若い子がね、メダカの養殖の、ブロワーにね、使えれば使いたいよということでね、これですね、リペアキット。これを買ってきてくれました。まあ、要はこの中に入っているこのダイヤフラムがね、破れてしまってるっていうことなんですね。で、ちょっと今日そのね、交換をね、やってみたいなと思います。ではですね、まずこれ、蓋をね、この開けて、したらこれ開けますね。で、これフィルター入ってます。それで、これ見るとね、ここ、なんかぼっち遊んでますよね。これ本当はね、こう真横になってカチッと収まってなきゃいけないですね。これ、実はこうスイッチになってまして、何か異常があった場合に、これがパチンと外れて、電源切れると。そういう仕組みになってます。で、これね、コイルここにあって、中にこう振動するのが入ってますね。で、こっちとこっちにそれぞれ、このね、こういうダイヤフラムの圧縮室がついてます。で、まあ、要はこれ均等にこっちもこっちもね、圧縮されていれば、この振動するものがこの真ん中にこう行くんですけど、これが、例えば片方破れちゃったよとかってなると、こっち側に移動して、このスイッチをバチンと切ると。そんな仕組みになってます。じゃちょっとここをね、外してみますね。まあ、なかなかね、これよくできた仕組みですよね。一度これオフになったら戻らないです。こうなってます。ここにですね、ここに端子があって、これ見えるのかな、これ。これがね、これがこう押されたはまった状態になっていれば、ここの端子、この端子がね、通電されて、まあ、作動すると。まあ、ここの部分ね、リセットするには、こう、ちょっとピントがねえな。こういう、今オフになってて、全然ピントがないですね、これね。こういうことです。で、ここをこう。こんな感じでね、こうセットされた状態が正常なわけです。で、こことここが導通があると。ということは、こことここの端子がつながっていれば、これがブーンと振動すると。そういうことになってます。それで、この振動するこの板、ここにこの出っ張りありますよ、この2個。これがね、どちらかが破れたりして、この振動する位置がどっちかにずれたりすると、さっきのこれをパチンと押してスイッチが切れると。そういう仕組みですね。それじゃあね、ちょっとこれを分解して交換しますね。まずここのね、4つを外しますね。そしたら、ここ、取れますね。で、これね、もう破れてますけど、ここの部分、このダイヤフラムだけを交換するキットもあるんですけど、実はね、こっちにもダイヤフラムあるんですね。で、これもね、やっぱり、まあ、10年とか使うと、やはりここがね、ベコベコになってきて、やっぱり密封性が保てなくなってくるんで、こことここ2枚入ってるんですよね。まあ、どっちにしろ、これ、ダメにね、まあ上から見るとわかりますけど、開いちゃってますよね。なので、まあこれセットで買えるのがね、まあいいかなと思いますね。
はい、そしたらね、この真ん中をねじ取りますね。ねじ取るにはね、このタミヤのこれですね。まあ何でもいいんですけどね。よいしょ。これがね、意外とみんな持ってるんですよね。このタミヤのこの十字レンチ。じゃあこれを取ったら、これが取れますね。ビリビリです。ね。そうしたら新しいやつを、新しいやつをつけます。これはワッシャー5号C ですね。はい、そしたらね、これを、ダイヤフラムをつけますよ。この位置で、たらさっきのワッシャーを、あ、これね、こうなってる方ね、こっち、こういう溝切ってある方が内側です。しかも縦ですね。この向きで入れます。まあ多分そうでなきゃつかないようになってるんでね。大丈夫ですね。そしたらこれねじつけて、タミヤのやつですね。何度も言いますけどね。これで締めますね。よし。そしたらこれをつけて、よいしょ。それでさっきのネジをここに戻します。はい、片側終わりました。さあこれね、もう片側もやっていきます。はい、両方交換しました。さあね、この配線とかをね、バッチリ戻したら、ここ、さっきのここね、ちゃんとこれはね、破れてないんで、今回今新品なんで、ちゃんと真ん中に行ってますね。これが、ね、さっきも言いましたけど、こう真ん中に行くやつです。そしたらこの、さっきリセットしたこのスイッチをここに乗っけます。多分向きどっちでもいいと思うんですけどね、これ。ここにくっつけます。うん、いいね。そうしたらですね。はい、じゃあ一旦回してみますね、これ。いいじゃないですかね。そしたらまたね、これさっきと同じようにこれをつけて、これ二次フィルターしたらこれをつけると。あれ？いいのかな？うん。直りました。すげえ、やっぱ屋内で使うとうるせえな、これ結構。ね、一応これ直りました。んで、あとね、ここの足のところね、これはね、ここの部分ってなんかゴムがね、すぐ痩せてどっか行っちゃうんですよね。なので、ですね。ここのね、穴にちょうどいいような、このゴムのホース、タイヤホースですね。これをですね、短く切って、ここに突っ込んでおこうかなと思います。
で、一応ね、取れないように瞬間接着剤をちょっとつけて、で、ここにね、ぐっと押し込んでおきましょう。よし、これでいいんじゃないですかね。よいしょ。じゃあもう一回回してみかな。完璧。さあ、というわけでね。このブロワーですけど、もうね、10年以上、12、3年使ったのかな。まあ、直せばね、まあ、ずっと使えますけど、まあ、ちょっと緊急でね、まあ、交換しちゃったんですけど、今度はね、メダカの養殖のために、まあ、働くことになると思いますけどね。というわけで、まあ、これもったいないんでね、まあ、使ってもらうことにします。というわけで、今日は、浄化槽ブロワーのね、ダイヤフラム交換、ダイヤフラムというか、圧縮室丸ごと交換をやってみました。というわけで、今回は以上です。それじゃあまた。もったいないからね。